ネバダ軍はアメリカ合衆国アーカンソー州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8997人であり、2000年の9955人から9.6%減少した。軍庁所在地はプレスコット市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ネバダ軍は1871年3月20日に、 州内63番目の軍として設立され、軍名は形状的に類似したところがあることから、ネバダ州にちなんで名付けられた。ネバダ軍の外形を上下左右反転させると、ネバダ州の輪郭に近いものになる。ただし、地元での発音は、ナベーダである。アルコールの販売が禁止されている、禁酒軍である。全長122マイルの同時イトバイユーが、ネバダ軍に橋を発している。 南のコロンビア軍からルイジアナ州、ウェブスター軍に入り、ビスティノー湖に注いでいる。19世紀、このバイユーをビスティノー湖からルイジアナ州民伝まで蒸気船で3ヶ月、内し6ヶ月の間航行可能だった。現在は釣りや自然探索に人気がある。ドーチートバイユーアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は620.78。 平方マイルであり、このうち陸地619.95平方マイル、水域は0.83平方マイルで、水域率は0.13%である。ネバダ軍はアーカンソー州南部あるいは南西部に属すると、みなされている。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アーカンソー州の軍はさらに軍区に小区分されている。各軍区には、 未編入領域と変入渦未自治体がある。現代の軍区にはその維持目的が限られたものになっている。アメリカ合衆国国勢調査局は軍区をもとに人口を集計している。また経図調査など歴史的な目的には価値がある。一つ以上の軍区に入っている町や都市は統計調査に基づいて扱われる。ネバダ軍の軍区は 書きリストの13区であり、その中に含まれる町や都市を括弧書きしている。ありがとうございます。